ドンチャリウスということで、今回なんですけど、シュガーヒルから23年秋冬3回目のデリバリーということで、新しくアイテムが入ってきましたので紹介したいと思います。で、今回入ってきたのが、スウェットが一肩二色と、あとフーディーですね。フーディーが同じく一肩二色なんですけど、まずね、スウェットからいくと、じゃーんということで、はい、こんな感じのスウェットになってるんですけど、まあデザイン的にはね、プリントのスウェットになってまして、まあその入ってるプリントはカレッジロゴ風に、まあシュガーヒルのブランド名が、プリントで入ってる感じで、全体的にかなりね、エイジングが進んだかのような、本当にヴィンテージライクの本当古着っぽさがね、すごい、出てて、なおかつ再現性もね、めっちゃ高いかなと思います。まあこのね、プリントのクラックというか、感じだったり、生地自体のね、フェード感、ちょっと色あせ感、ちょっと白っぽくね、見えるかなと思うんですけど、この感じだったり、あとはディテールというか、このパターンかな、パターンもどっちかっていうとね、この立体的っていうよりかはちょっと平面寄りなね、本当チャンピオンのリバースイブとか、そっち系の雰囲気もありつつ、あとはサイドパネルでね、切り替わってたりとか、このリブもね、結構幅広な感じに、取られてる部分とか、全体のシルエットもかなりボックス寄りで、このアームホールもね、かなり広く取られてたりとか、あと個人的にはこのネックのリブのね、この後ろ下がりの感じ、下がってる感じのね、この深さもね、ちょっと当時物っぽいというか、ほんとね、再現性がめっちゃ高いなと思いますし、まあ、そもそもね、この生地の色がね、めっちゃいい色合いじゃないですかね。なんかブラックなんですけど、ほんとね、ほんとに着古して色落ちたかのようなね、この感じ、だったり、なんかね、言っちゃえばちょっとね、ネイビーっぽさもあったりとかっていう感じで、ほんと絶妙なね、ブラックの色合いで、めちゃくちゃいい感じかなと思います。で、生地感もね、超ド詰めな感じで、ガシガシね、着れる一着かなと思います。っていうのが、ブラックと、こっちね、一応レッドっていう表記なんですけど、実際の色味は結構エンジがかってるというか、こういう感じの小豆色っぽい感じ、ですね。なんかグレープっぽさ、紫っぽさも若干ありつつみたいな、これもね、独特な色合い、かつこっちもね、このフェード感と相まって、生地の風合いがめっちゃいい感じに出てるかなと思います。っていうのが、スウェットで、次フーディーなんですけど、今のスウェットと生地は同じで、まあ作りが変わりまして、はい、じゃーんということで、ちょっと見えづらいかなと思うんですけど、まあこんなような作りになってまして、ハーフジップのプローバーのフーディーっていう、感じなんですけど、生地はさっきと同じくこのフェード感のあるブラックとレッドって感じで、まあハーフジップで、開けられますよっていうのと、あとはまあポケットが、カンガルーポケットついてて、ここに一応ピスネームが付けられてて、こっちもね、すっごい特にこのジップの部分とかもちょっとね、鈍い光り方をする、このちょっと銅っぽい色のジップにしてたりとか、本当にね、一着としてのこの雰囲気と、なんだろうな、統一感がね、めちゃくちゃある一着かなと思います。ということで、実際に着て、サイズ感をお伝えできればなと思うんですけど、その前に、サイズ展開とお値段なんですけど、一応ね、両方とも2と3という、2サイズの取り扱いになりまして、カレッジロゴの方のスウェットがこれが3万4000円税抜きで、こっちのフーディの方、これが、3万7000円税抜きということでね、着ていこうかなと思うんですけど、僕173センチでサイズ2を着ますんで、参考にしていただければなと思います。ということで、着ます。はい、ということで、まずスウェットの、レッドの方のサイズ2着てみたんですけど、こんな感じです。どうですか、色合いね、着た方がちょっとより伝わりやすいんじゃないかなと思うんですけど、めっちゃいい色合いじゃないですか。そして、まあ、この色抜け感というか、フェード感もね、ちょっと動いた時のこの光の反射で若干、ただこうやって着てる時とはまたちょっと違 う色味にも見えるし、その感じもいいし、サイズ感もどうですかね、このボックスの感じ、なんか着丈長すぎず、あとはね、リブの締め付けもね、この裾とか特にそんなきつすぎないんで、なんか着てて上がってくることもないしみたいな感じで、あとはね、生地もね、めっちゃド詰まりした丈夫な生地なんで、ガシガシ着てもいけるんですけど、生地自体ね、そこまで厚すぎない気もするんで、なんかそんなね、着ててめっちゃごわつくわけでもなく、ほんとね、長く着れる一着なんじゃないかなと思います。しかもね、今日僕ちょっと細めのパンツ履いてるんですけど、全然ね、いけそうじゃない、この感じ。なんかね、スウェットって結構やっぱカジュアル寄りのアイテムで、なんかワイドパンツの方が相性いいイメージなんですけど、サイズ感とかね、めっちゃ良くて、細身のパンツでも全然、合わせやすいぐらいの設計になってるかなと思いますし、あとはこのネックの部分ですね、これちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、スウェットにしては結構ね、ゆったりしてるの分かりますかね、この感じ。特に後ろとか
かなりねすっきりさもあって、なんか生地は頑丈でねしっかりめの生地なんですけど、この首のね空き具合とかのなんかそこの緩さとのバランスがねめっちゃいい感じかなと思います。ということでね、次フーディーの方着たいと思います。はい、ということで続いてフーディーのブラックのサイズ2着てみたんですけど、こんな感じです。こっちもこっちでねめちゃくちゃいい感じじゃないですか。このブラックの方もやっぱね着るとちょっとね色味またさっきとは違って見える気がするんですけど、なんとも言えないねこのチャコールっぽい色というか、奥行きある色でねめっちゃいい感じかなと思いますし、やっぱねあのハーフジップのこの深さもね絶妙な位置で、なんかあのネックレスとかあとインナーでなんかね遊んだりとかもできるかなと思いますし、まあもちろんね今開けてきてたんですけど閉じてねちょっとピシッとこういう感じでよりプルオーバーらしくね、着る感じでもいいかなと思いますし、まあこの辺はねお好みで、調整できるかなと思うんですけど、めちゃくちゃねサイズ感もやっぱスウェットと同じくこっちもいい感じですね。着丈が長すぎないんで、まあ割とねあのさっきも言った通りパンツあんま選ばず着やすいアイテムなのかなと思いますし、まあこのハーフジップの感じとか、あとはなんかあのちょっとストリートっぽくもね着こなすそうじゃないですか、こういう感じで、うん、それもいいなと思ったし、あとはあのジャケットとかアウターとかのね中に着込んでちょっとレイヤードで、これ挟んでなおかつさらにねここからなんか面白いインナー着てさらにレイヤード感を出すというか、なんかそういう着方も面白いかなと思うんですけど、めちゃくちゃねあの一着持っておくと超便利なアイテムな感じがしてね、めちゃくちゃおすすめです。ということでね、概要欄にアイテムページに飛べる URL 貼っておきますので、気になった方はねチェックしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また